堀之内秀久は日本の外交官。ロサンゼルス総領事等を経て2016年から中間ボジア特命全権大使。2019年から中オランダ特命全権大使。1970年麻布中学、高等学校に進学。麻布の同期に経済学者の松山幸喜、生命科学者の石川冬木、山崎達夫、高木久二格等がいる。 1980年東京大学法学部卒業、外務省入省。南京大学、ハーバード大学で中国語研修。在中華人民共和国日本国大使館一等書記官、在アメリカ合衆国日本国大使館参事官、条約局国際協定課長、条約局法規課長、アジア太陽州局中国課長、在中華人民共和国日本国大使館講師。 国際情報統括官組織参事官、国際法局審議官、在中華人民共和国日本国大使館、特命全権行使等を歴任。信用総領事官北朝鮮人亡命者、駆け込み事件では、訓戒処分を受けた。2014年ロサンゼルス総領事。2016年中カンボジア特命全権大使。2018年には、 国際連合カンボジア暫定統治機構の活動で、殉職した高田春之啓視の25回目の命日に、開催された慰霊の集いに参加し、高田啓視の志に思いをいたし、安定を取り戻したカンボジアとの関係の発展に、努めたいと挨拶を述べた。2019年中オランダ特命全権大使。 九州南西海域不審戦事案と国際法2003年9月、早稲田法学第79巻第1号初集、9月11日の8時間2005年9月、東京大学出版会、解ける境越える法に安全保障と国際犯罪初集、国流交渉父春主読が筋子前後2006年7月、ありの武道、21世紀国際法の課題初集、 日中領事協定信用事件からの奇跡2010年6月、有比較、ジュリストナンバーワン4 0二初週2017年7月、カンボジア王国友好勲章第十字型章2018年4月、カンボジア王国友好勲章大賞交渉2018年12月、カンボジア王国友好勲章第十字型章、AB、堀之内秀久新総領事プロフィールヤバハット。 在信用総領事館事件に関する処分外務省。堀の内大使挨拶外務省。小高田啓司。犠牲から25年カンボジアで異例の集い。日本経済新聞2018年5月4日23時54分。カタール大使に。砂市時事通信2019年7月23日10時44分。6。大使館案内。在オランダ日本国大使館。大使略歴。 ありがとうございます。